リカの FBI の、もう同じような、日本の警察と同じような、問題を抱えていて、NHK のクローズアップ現代だと、やっぱり、一応警備会社っていうのは個人経営なので、かなり NHK は鋭い点をついていますね。警察官自体を逮捕することも増えてるのが現状です。